チャコーラナメクジのコ羅ラ状の殻によりチャコーラナメクジ、チャコーラナメクジ、学名アンビガライマックスバレンタイニスはコ羅ラナメクジ科に分類される陸生の巻き貝の一種。殻は耐化して一枚のコ羅ラ状となって体内にある。日本にはもともと分布していなかったヨーロッパ原産の外来種であるが、日本では市街地や人家周辺で最も普通に見られるナメクジの一つになっている。 チャコーラナメクジは当初ライマックスマージノタスであるとされていた。しかし、蚊の、後藤は神奈川県に横浜市におけるチャコーラナメクジの生態は、で、マルギナタの森林中に多く受状性という生態とは異なることを指摘し、生殖期の形態からもオれ、バレンタイアナであるとしている。また、仮の他は解剖学的特徴から、山口県産チャコーラナメクジは、 で、レバレンタイアナであったと報告している。これらの報告以降、日本産チャコウラナメクジは、で、バレンタイアナであるという認識が一般的となっている。ヨーロッパ原産、日本に入分布する。生害の体長は5センチメートル前後背面の前半のみが外頭膜に覆われ、生きている時はそこに波紋状のシワがある。このシワは粘液の波でできており絶えず動いているが、 死ぬと消える。外頭膜の後半部の体内には、楕円形の板状の白い殻があり、肉を通して、その存在が伺えることがある。体の後半は、腹側部で、縦長の細かいブロックに分かれた彫刻がある。外頭膜から、腹側背面にかけて、暗色の2本の筋模様があるのが、一般的だが、その濃淡には、変異がある。死有動体である。 周期に性的に成熟し、主に晩秋と春、石の下などに20から30個ほどの透明なゼリー状で休憩の卵を産む。卵は11月下旬から5月下旬に孵化する。また、産卵を終えた親は死んでいく。野外での寿命は約1年、世代交代は年1回である。日本では1950年代頃に本州において、 アメリカ軍物資に紛れ込んで侵入したものと考えられている。家庭菜園や鉢植えの植物を接触する農業害虫となっている。駆除に関してはナメクジ駆除方法を参照。本種は日本生態学会により日本の侵略的外来種ワースト100に選定されている。国内ではこれらの種以外にも多くの外来ナメクジ類が侵入、定着している可能性があるが、 詳細な研究は行われていない。植物貿易法の検閲によって、ナメクジ類の分布は厳しく監視されている。ありがとうございます。